到着時刻をご案内いたします。次は午前15時34分ご到着です。
パンになってしまうんですけど、甘い肉になってしまう。はい。ドアは狭い金額の方で、
電車には無駄にならないようご注意ください。また車両とホーム前には広く開いております。お子様連れのお客様はお子様と手をつないでお降りください。お出口は左側です。住民税比較者についてのご案内いたします。
計貨幣は1969年昭和44年に誕生しました。当時は戦前に製造された古い貨幣が多く、老朽化に伴い大半の新車が求められていました。当初から冷房装置の搭載や自動ドアを各社で初めて採用するなど、車内の快適さや安全面の向上に大きな成果を上げました。過去には常磐線の十和田や山陰本線の大山、中央本線の筑波など様々な機関車に牽引され、急行列車として走っていました。また高崎汽車では12系列車を私の和風に改装した16系の安らぎといったイベント車両も存在していました。次の安中駅では8分ほど停車いたします。昭和の時代に作られた貴重な車両たちを巡る電車はいかがでしょうか。
Thank you.
ご案内いたします。あと5分ほどで終点高崎に到着いたします。忘れ物、車線専用をご注意ください。到着ホームは新幹線です。お出口は右側です。ドアは手前に開きますので、手続きはお立ちにならないようお気をつけください。車両とホーム内から移動会といいます。お外忘れのお客様は手をつないでお降りください。またお取りしますが、お降りの際は窓口のご協力をお願いします。乗車列車をご案内します。新幹線東京方面、頭は6時24分、東京行きは14分の間から16時27分です。北陸新幹線、頭は619号、長野行き、11番線から16時24分です。高崎線、快速アーバン号の上野行きは2番線から16時24分です。快速アーバン号の上野行き、途中熊谷までは3分です。上越線の南関東行きは4番線から16時30分です。吾妻線、秋田風谷口行きは4番線から17時半分。横浜線の富山行きは10番線から16時28分です。八高線小玉行き、3番線から16時30分です。この後の小玉行きは3番線から17時7分です。上新電線線をご利用のお客様、改札を出まして、上新電線ホームへとお乗り換えです。皆様、SL 群馬横浜号の旅はお楽しみいただけましたでしょうか。まだまだ大変な時期が続きますが、再び皆様に会えることを、乗務員スタッフ一同、楽しみにお待ちしております。最後に皆様の手には SL の水がついていることもありますので手をしっかり洗いましょう。今日は SL 群馬横浜号にご乗車くださいましてありがとうございました。ご案内いたしました車掌は岡崎を行く飛行と近づいた。この先もどうぞ気をつけて